創薬におけるフォワード薬理学的アプローチは、天然物や抽出物の生態打ちまたは、試験管内での作用をもとに、薬剤候補を特定し、生、科学的標的を決定する。逆薬理学的アプローチは、まず有望な生物学的標的を仮定し、科学ライブラリーをもとに、標的の活性を収縮する分子をスクリーニングし、生態内の試験で確認する。 創薬の分野では古典的薬理学はフォワード薬理学または表現型創薬としても知られ望ましい治療効果のある物質を同定するために合成低分子天然物または抽出物の化学ライブラリーの表現型スクリーニングに頼っている医薬品科学の技術を用いてこれらのスクリーニングヒットの効力選択性およびその他の特性を最適化して 薬剤工法を製造する。古典的薬理学は伝統的に新薬の発見の基礎となってきた。すなわち化合物を疾患の細胞モデル、または動物モデルでスクリーニングして、表現型に望ましい変化を引き起こす化合物を同定する。化合物が発見された後にのみ、その化合物の生物学的標的を決定する努力を行う。最近では、 特定の生物学的標的が疾患を修飾しているという仮説を立て、生成された標的の活性を修飾する化合物をスクリーニングすることが一般的になってきている。その後、これらの化合物が所望の効果を有するかどうかを確認するために動物を用いて試験が行われる。このアプローチは逆薬理学、またはターゲットベース創薬として知られている。しかし、 最近の統計学的分析によると、新規の作用基準を持つファーストインクラスの医薬品の多くは表現型スクリーニングに由来するものであることが明らかになり、古典的薬理学的な方法への関心が高まっている。薬理学は土着医療の伝統で用いられてきた植物学の研究であり、古典薬理学の本質である。薬理学と古典薬理学は多くの場合、 逆薬理学とは対照的である。つまり、逆薬理学では特定の標的に対して親和性のある化合物のスクリーニングライブラリーを作成することから始まり、標的から逆算して新薬を同定することである。これに対して、薬理学では民間薬はまず臨床試験で有効性が確認される。有効性が確立されて初めて、 その薬の生物学的標的を決定する努力がなされる。古典薬理学はアーユルベーダ薬の臨床試験に用いられるアプローチの一つである。この方法では長年にわたって使用されており、病気の治療に有効であるという事例証拠があり、安全であると推定されている民間薬が臨床試験でその有効性を検証される。アーユルベーダの知識により、 医薬品研究者は、定評のある安全性が実証された、植物材料から始めることができると主張されている。伝統的な知識を用いた、生物資源探査の最良の例は、ラウベルフィアセルペンティナ由来の高圧アルカロイドである、デセルピンであり、インドのシーバが、アーユルベーダの専門家と密接に協力して行った、研究の結果として利用可能となった。この場合の、 研究室から臨床へという通常の創薬コースは実際には臨床から研究室へということになる。ありがとうございます。